はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ皆さん、イベントの方はいかがでしょうか。妖魔偽戦場、ほんとね、激ムズですよ。シャレになりません。お待つ、いきます。さあ、こんなパーティーでいきます。ノクティス、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。ジマで打てます。つながりやすくなる。さあ、そしてですね、アシュラゲットできたんで、こちら使っていきます。全消し&フィーバー中はその効果アップ、スーパーフィーバーです。デカプニが降ってくる。一応特殊能力持ちなんですけども、微妙なんだよね。そして空転です。復活です。そしてアースウォーカー、スーパーフィーバー、やっぱスーパーフィーバーは強いよね。さあ、そしてですね、雷光ブシニャン、これもね、非常に強力です。さあ、今回ね、僕が倒せそうなのはこんなパーティーかな。ただですね、このパーティー HP が6000しかないので、ちょっとね、微妙なんですよね。もうすかさずフィーバーインして、もう打っていかないとね、持ちません。で、敵の HP も結構強いんで、今回このお松も結構強いんだよね。さあ行きましょうか。いけるのか。さあ、昨日もですね、ちょっと頑張ってやってるんですけども、あと少し、あと少しっていうところがね、倒せない。運営の調整うまいよね。さあ、スーパーフィーバー、もう少しね、 G レベルとか上げてやればね、いけそうな気がするんだけど、さあどうだ。そしてフィーバータイム明けにもう一発、マジか、ミリ残し、これ厳しいね。これお宝集めやっていきたいなと思います。ちょっとね、いろんなステージ試しながらね、どこがベストなのか見ていきたいなと思います。皆さんのね、おすすめのステージどこで周回しているよとかもね、ぜひともコメント欄でね、教えてほしいなと思います。まあ、一番無難でね、やってる人多いのがここのステージだよね。まあそんなに敵がむちゃむちゃ強いわけでもなく、高速周回もできるし、まあ、Y ポイントもね、20ポイントそこそこ稼げる。で、感覚的にはね、結構お宝ドロップ率ね、高いような気がするんだよね。おっと、来たぜ。だから高速周回ができるのであればこのステージか、あとね、特殊能力持ちキャラあればね、もう少し難しいステージでやってもいいんだけど、現状ですね、特攻がなしと。さあ、なんとかね、お宝集めてですね、今回ジバニャンね、4つ目のお宝、特攻キャラなんで、まあ、それがね、ゲットできれば、まあ、フィーバーゲージ吸収のね、あのいやらしいギミックがなくなるんで、なんかワンチャンありそう。今回のね、敵はむちゃむちゃ強い。特攻キャラあってもみたいなとこあるからね。さあ、お宝集め順調に進めていきます。2つ目のお宝、まあ言ってもね、まだ2つ目のお宝なんで、そこそこドロップ率はね、高いです。こっちのね、ミッチーの方が技ゲージ吸収とかね、変なギミックがないしね、ワンパンできるんで、まあ高速周回はできる。おっと、落ちましたね。まああとはこのドロップ率がどうかだけど、どうなんだろうね、どこも同じような気がするんだけど、20ポイント獲得、 Y ポイントは同じです。さあ、まだ3色、まああとは横取りをどこで仕掛けるかだよね。今回ね、横取りチケットがね、少ない。これはどうなのかっていうぐらい少ない。おってきましたね。なのでちょっと横取りをね、仕掛けるタイミングはね、難しい。さあ、着々とね、集めていきます。さあ、どうなんだろう、やっぱりここか、微妙っすね。さあ、技ゲージ多く貯めて、このステージワンパンはね、ちょっと厳しいんで2発ですね。
おっと、アイテムも落とすのかい？経験値玉ゲット。この恨み晴らします。さあ、でも横取りチケットとか他のアイテムは落とさないんだよな。お、アイテム来ましたね。秘伝書系とかね、落としてくれたら結構嬉しい。さあ、半分来ました。さあ、色かぶり。やっぱあんまり色かぶりするようだとステージとか変えた方がいいよね。ここのね、ステージ1やってる人も結構いるんだよね、フレンドでね。だからステージ1もありか。まあステージ1はね、弱いんで、まあ高速周回できるよね。そしてこのガッツ系がね、仲間になることもあると。お、来たんじゃないの、紫色。ガッツ系結構持ってるね。さあ、紫色。ただしここあんまり Y ポイントが稼げない。 Q ポイントか、難しいとこだね。さあ、残り4色、もしくはこの隠しステージの現場将軍。ここはね、獲得 Y ポイント20ポイントだし、まあ現場将軍ね、仲間にできると。そして高速周回も可能なので、まあおすすめ、ティアおすすめだよね。さあ、落としてほしい。お、来ましたね、持ってますね。さあ、オレンジ色ゲット。そして20ポイント、ここもマックスですね。さあ、なかなか進みません、折り返し地点。さあ、色香りかい。さあ、残り3色。さあ、着々と集めていく。さあ、残り2色。来たよ来たよ。ちょっとね、タイミングを見てね、横取り仕掛けます。チャンスタイム狙いだよな。もう1色ぐらい集めたいね。そろそろ来てほしい。やっぱりここのコマさんステージがベストか。おっと、経験値玉ゲット。これは嬉しいね。中経験値玉。この恨み晴らします。さあ、リンネ。さあ、来ておくれ。お、だんだんでかくなってきた、経験値玉。これは来るんじゃないの。さあ、秘伝書とかね、来てほしい。お、これは赤色、桃色、来ましたね、ニュー。これで、さあ、そして20ポイント。さあ、いよいよあと1色になりました。ちょっとチャンスタイム来たらね、横取り行きましょう。ちょっと横取りパーティーね、セットしておきましょうか。不思議族、黄色なんで不思議で行きます。さあ、チャンスタイム来たぜ、行きましょうか。さあ、パーティーはですね、横取り最強パーティーで行きましょうか。これです。センターはもちろん絶好仮面。さあ、勇ましい豪傑をね、狙っていきます。勇ましい絶好門で。さあ、そして不思議の30パーアップ。さあ、チャンスタイム。そしてアップアップ。マジか、勇ましっぱか。センター勝ち、センター勝ちはね、やっぱでかいです。周りは負けか、勇ましっぱかい。でも勝ちましたね。さあ、行きました。さあ、これで、さあ、揃ったぜ。さあ、亡霊番長シャドウ、来ました、特殊能力付き。さあ、来たぜ。
ザ・亡霊番長シャドウはマップでのダメージアップとダウンがねあります。中央の妖怪プニオケス豪傑族技ゲージが溜まった状態でスタートんじゃないのこれ。さあそれではですねこのハイパーミッチーのステージを豪傑族のみでクリアしよう。神系剣士玉こちらやっていこうかなと思います。さあ今回もね試練がたくさんあります。さあハイパーミッチーちょいムズです。さあこんなパーティーでいきます。桜の島攻撃力をアップする。そして宮沢さん使います。ダメージカット。仮面ライダードライ盾消しです。使いましょうか。そして亡霊番長シャード使っていこう。単体攻撃。さあこんなパーティーでいこう。さあワンフィーバーでですね、まあ、フィーバータイム中にねバフを乗っけてこの強力な亡霊番長たちをね使っていきます。そしてサポートとしてですね宮沢さんダメージカットでね時間稼ぎながらいきますよ。さあ宮沢さんダメージカット前回のイベントでねゲットしました。配布特攻今回もこの亡霊番長ほぼ配布特攻。ただですねここのステージは対象外っていうねこの難しいステージでこそ特攻つけてほしかったんだけど通常マップのみという。さあ攻撃力アップ C のさあ亡霊番長今技レベル1なんだけど結構中央消し範囲広くね消してくれます。そしてこっちの亡霊番長同じですいきましたね54000。さあ倒しました。さあスキルの秘伝書のお宝集めもねやっていきます。そして15ポイントさあ報酬いただきます。おスキルの秘伝書ゲットこれは嬉しい。